はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は装備がほとんど完成したので見てください。ほとんどっていうのがもうちょっとっていうことなんですよね。でもほぼ完成です。まずこれナイトファイラスですね。連続攻撃と会心強化がついてます。で、ギンギーラですね。これ連続攻撃なんだけども、ここをね、ナイトファイラスに変えたいところ。それでね、完成ですね。でもギンギーラでも、とりあえず OK なので、つけてます。で、残りの7個は、バルデバランですね。残のコツと、会心出やすいがついてます。で、これを7個つけることによって、まあ、器用さによると思うんだけども、会心率が、だいたい 90% ちょい。うん。まあ、ほぼほぼ会心っていうことですね。8個つけると 100% になったんだけども、8個つけるよりも、90% ぐらいに止めて、連続攻撃で追加ダメージを与えた方が、早く倒せるっていうのが分かったので、やっぱりね、これが最高かな。バルデバラン7個と、ナイトファイラスを2つ。まあ、とりあえず、ギンギーラを入れてるんだけども、これでも十分強いです。まあ、このね、追加攻撃2つ、プラス、会心率 90% ちょい。その強さを今日はお見せしたいと思います。パーティーはこれですね。主人公、そしてバルデバランと、キングエメラルド、そして、ドラキアンバーですね。アンバーで、バイキルトを入れることができますので、全体の火力アップ。で、キングエメラルドで、ベホマズンですね。で、バルデバランはゴリゴリのアタッカーという感じで使ってます。はい。まあ、バルデバランにも、会心率アップ、もうこのセットをそのまんま付けたいので、もう少しね、流玉の迷宮行かないといけないんですけども。まあ、とりあえず、見てください。相当強いですよ。ギンギーラと戦います。それでは行きましょうか。以前まではね、ほんと遠距離でプス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 やってたんだけども、この装備が揃ってからはもうゴリ押しよ。ゴリ押しの近距離でもう脳筋キャラになっちゃいましたね。 OK。 もうこの会心率だからね、とんでもないですよ。配信で、まあ、700近く与えて、プラス、追加攻撃で150、150、だから一発大体1000以上のダメージを与えていけるんだよね。流玉のボスが、あの、雑魚とかだったら、ほんとワンパンでバシバシ叩いていける感じです。絶対これね、バルデバランにつけると強い。間違いなく強い。で、こいつも弱点攻撃が入ると、2000、3000のダメージがボリボリ入っていくんで、面白いぐらい倒せる。でも残念ながらね、強力な敵っていうのがこのゲームあんまりいないんですよね。戦闘にあんまり重きを置いてないので、強い敵っていうのがほぼいないんだよな。まあ今後のアップデートで何か強いやつがね、出てきてくれれば嬉しいですかね。じゃあ、いくぞ。やっぱね、この、おお、一気に畳みかけるときの破壊力よ。バルデバランの MP が32か。MP 効率が悪いのがね、ちょっとこいつの弱点ではありますね。なので、回復をしっかり入れててあげないと、ダメだよね。ちょっと待って、どこいる、どこいる、どこいる。OK。ゴリ押ししよう。この魔人の絶技が全部会心になるんでしょ。すごいよ、とんでもないよ。どこで消えた、どこ消えた、そこか。危ない。はい、終わり。はい、では本体ですね。ギンギーラがね、結構攻撃力高いんだよな。レベルは80だけども、ワンパンしてくるぐらいの攻撃力があるので、こいつだけはちょっと注意しないといけない。特に魔法。
うん、魔法はねワンパンで死んじゃうので要注意ですね。あ、やばいやばいやばい、これも食らうと結構食らうからね注意していきます。おお、誰、あ、神が死んだか。ちょっと生き返らせましょう。ナイス、もうそのまま行こう。バルデバラン上に乗ってるよ。あ、違う違う違う、魔人の出継ぎで行ってくれたら嬉しい。ナイス、あ、一気にちょっといけなかったな。ちょっと待って、あれ、神どこいる、生き返ってる、あ、生き返ってる、いつの間にか。ちょっと待ってね、あ、違う違う、バルデをオッケーオッケー、回復してあげないとね。オッケー、あとはもうご利用しでいいでしょう。いや、まだ若干生き返った、でもいける。いやー最後の最後に結構ダメージ受けた。終わり。はい、それでは戻ってきました。ね、今日はこの装備をつけてみました。会心出やすいを7個、そして追加攻撃を2つだね。多分ね、今、会心率が 95% とかそんぐらいだと思うのよね。で、ここをナイトファイラスにすれば、器用さが40上がるでしょ。器用さ40上がれば、会心率 100% になるんじゃないかなとも思うんですよね。うん、ナイトファイラス、で、あとバルで7個。だね。それがちょっと惜しいところ。まあ、とりあえず、流玉にもう少し粘って、ナイトファイラス、もしくはギンギーラ。いや、ナイトファイラスがいいな。ナイトファイラスの虹をもう一個、ゲットできるよう、ちょっと頑張ってみようと思います。なかなかね、難しいんだけど。まあ、あと5時間ぐらい行けば、バルデマランに、会心装備をつけれそうなので、うん、それも、狙っていけるかな。うん。で、あとはあれだね、回復キャラを誰にするか、それがすごい今悩んでます。うん。まあ、道中、探しながらね、お宝を探しながら行くならば、アルケミストンでダッシュした方がいいので、あいつを大体入れてるんだけども、まあ、ただただ戦うだけの流玉とか、そういうところだったら、HP の多い、金エメかなとも思うんだけども、難しいよね。金エメはあんまりベホマズン使ってくれない気もして、微妙なところですね。はい。まあ、とりあえず、もう少しね、コインを、探しに行きたいと思います。結構あるんだけどね。結構虹は溜まってるんだけども、もう少し、頑張って探してみようと思います。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。